はい、どうも石原です。2020年に発売される見込みである iPhone12 に関してノッチレスディスプレイ、まあ、クワッドカメラ、新技術のトーンについてのデザインのリーク動画が公開されましたので細かく解説していきたいと思います。そしてこのチャンネルで Apple 製品などの最新情報またはガジェットのレビューなども定期的にアップしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またこのようにたくさん動画もすでにアップしていますので、ぜひ過去の動画もチェックしてください。はい、では本題です。まずはですね、デザインのリーク動画についてご紹介いたします。コンセプト iPhone という YouTube チャンネルから Apple、まあ、iPhone に2020年に発売されるラインナップトレーラーが公開されました。その動画はこちらになります。このデザインのリーク動画から推測できることは7つあります。まず1つ目ですね、背面カメラが4つ搭載される可能性。2つ目、カメラはまあ突出せずにボディとフラットになる可能性。3つ目がですね、 iPhone 11シリーズのような丸みを帯びたデザインになる可能性。そして4つ目が USB Type-C のコネクタになる可能性。そして5つ目が色鮮やかなグリーンなどのハイトーンのカラーモデルがある可能性。そして6つ目がノッチがなくなる可能性。そして7つ目が360度のフェイス ID 搭載の可能性で、この7つがこのリーク動画から推測できます。実際にね、背面カメラ iPhone 11 Pro では背面カメラはまあ3つ搭載されております。で、3月に発売されたあの iPad、 新型 iPad Pro はね、ライダーセンサーという AR 技術が搭載されたカメラを新型 iPad Pro に搭載してきますので、それをもちろん iPhone12 にも搭載される可能性は高いと思いますので、3つないし4つになる可能性はかなり現実的な話かと思います。となると、まあ、カメラですね。カメラが、背面のカメラがボディとフラットになっている状態なので、これに関してはかなり厳しいのかなとは思います。やっぱり突出したようなデザインになる可能性が高いんじゃないかと僕は思います。そして、いくつか iPhone12 のデザインのコンセプト動画が出てますけど、iPhone 5S に近い、ちょっと角張ったデザインのリーク動画もありますので、丸みを帯びてるよりかも角張ったデザインになる可能性の方が高いんじゃないかなと個人的には思っています。またね、 USB Type-C のコネクタに関してはこれはもう 100% 搭載するんじゃないかと思ってます。まあ、新型 iPad Pro もそうですし、今すべてのスマートフォンであったりデバイスとかコンピューターはほとんど USB Type-C になっているので、ここはね、 iPhone 12も搭載してくるのではないかと思います。まあ、カラーモデルに関したら他の動画でもお伝えしてますけど、まあ、ネイビーブルーとか新しい新色が発売される可能性は非常に高いです。あとノッチなんですけど、やっぱフェイス ID を搭載しているのでノッチがなくなることはまだちょっとないんじゃないかとは個人的に思います。なので、まあ、なかなかね、現実的なデザインかどうかって考えた場合、まあ、五分五分な感じはしていますけど、まあ、iPhone12 の発売が本当にまあ楽しみになってきました。ということで、今後もこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や、まあ、Apple に関してのリークを追いかけていきますので、ぜひチェックしてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。